Hey everybody, how y'all doing? I'm doing great. And we're back after that entire long... Yeah. It was a lot of story, that's for sure. Alright, well, hopefully we get to play more of the... Sorry, I still love the story, it's just the fact that it's... Oh my god, it's a lot of story. And I went on a rant about names I can barely read. Because I'm just not used to them. Oh well, it is what it is. Let us continue on. Is that? Encore. Okay, wait. Alright, cool. Era of relocation. Relocating everything. Mari, why is that name familiar? Andrew Four. He's a good boy. Okay, so let's go ahead and continue on. And they got my cats into one room sitting next to each other. どうして今回は瞬間移動じゃなくて走って向かうの。方針は同じだ。10日交換。今は先ほどの初対面の贈り物時間とは違う。少女の代わりに無料で情報を提供しただけでも大きな損をしている。これを釘って呼ぶべきだと。あなたはそう言いたいの？同じ道具の身として見れば、少なくとも機能性と比べても、サイズは特に取り上げるべき事項ではない。それに術の力の媒介なのに、緻密な作りをしていたら、むしろ不便だ。機能性？その通り、クコ・ドンローの刑に使われる道具だ。あなたは大崩壊という名詞を耳にしただろう。世界が徐々に抽象的な海に沈んで、不可逆的な終末が近づいてくる。前から疑問に思ってたけど、あなたたちの大崩壊って、そんなにシンプルなものなの？つまり、他の現象はないの？ハリケーンを操る少女とか、幻覚を見せる羽とか、そういう類のもの。The little girl controlling hurricanes, I believe, is a reference to Wendy. Feathers that can do solutions, feng shui down. Fuhua stuff. Senti, pretty much. 全然。私もそういう話を聞いたことはないよ。ただ偶然。大崩壊という名前が一致してるだけで、全てが終焉とは無関係っていう可能性もあるのか。じゃあ、今のところ大崩壊はもうあなたたちを困らせる災害じゃなくなったってこと？その通り。あなたが今見ている七釘のおかげだ。正式名称、無論これは別の話になるが、実際に大崩壊が訪れる前は、老朽の住人にとって影がどのように生まれてきたのかは誰も知らない。影自身もそうかもしれない。人々が確信できるのは、ある日からそれは10種類の異なる姿で急に現れ、世間で暴れ出した。術というのは自身の恐怖を屈服させることで影に足を踏み入れ、その力を使う者たちのことだ。それによって彼らは凡人とは違う様々な能力を手に入れ、人々のために魔物を退治し、最終的に四大至高の功績を挙げた。彼らは影の力を釘の中に注ぎ、世界を飲み込もうとする大崩壊の潮汐に抗い、沈む運命から救った。さらに影を改良して回収を可能にした。以上の内容は老朽の古書によるもので、
その信憑ちょっと器具であるあなたは術の一員じゃないの。文献を引用すれば自慢話にはならない。しかし文献を引用しているからこそ他に聞きたいことがあるようだ。あるにはあるけど、影の力を釘の中に注ぐ。その通り。あの偉業を成し遂げた後、たとえ術でもほとんどの力を失い、7人のうちの5人と5分の4が眠りに落ちた。何その分数は。少弱は1人、私は5分の1。私たちを除けば5人と5分の4ということだ。とにかくこれから私たちがすべきことは、釘を一時的に抜き、大崩壊がまた発生したり、あるいそんなにすぐには来ない。それに私を信じて、あなたの仲間がここに来て、ま、そのため私の考えだが、釘を一時的に抜けば、あなたは仲間たちと再会する機会ができ、その後はあなたたち、つまり術が一緒に他の、無論だ。桜花に問題が存在するなら老朽も無事では、一理あるように聞こえるけど、一方的な話。それなら少弱が戻ってくるのを待ってみんなで確認するといい。実を言うと、彼女はペテン師として半人前だ。彼女が欺瞞しようとすると、じゃあその次は、仮に私たちの意見が一致したら、私は釘の中の影を解放するよう試みる。その過程で必然的に相当な数の怪物が中から湧いてくる。私がその作業を続けられるように、できるだけ怪物を倒してほしい。その理論はよくわからないけど、覚えているだろうか、等価交換。簡単に言うと、これからあなたにしてもらいたいのは、その怪物たちを代価にして、これは仕方のないことだ。釘を残した男は死を求めていたが、武勇だけなら完全な私よりも上かもしれない。無論あなたがあちこち走ったりする方がいいというなら、他の場所の怪物だって栄養にできる。しかし現地調達ほど便利ではない。そうだろ。あなたって知ってることを全部教えてくれるタイプなんだね。ヘリア、こいつの話を聞いてたでしょ。あなたとあんたがそう質問するってことはもう決めてるんでしょ。その通り。器具の意見に従うつもりはないけど、こいつの言う方法をできるだけ早く試したい。あなたは案外いい人だ。かつて私が裏切られた時、彼らは何一つ言わなかった。さあ、今回の行動にテストの意味合いが含まれているのなら、早速最大限に活用しよう。早いんだね。Oh, I can bat those back? That is awesome. Owari? Hey, taihen da. Mukou no kougeki sei ga tsuyoku natta. Oi. All right. Target wa watashi janai. Daijoubu. Ha. Ha.And we're good. Oh, I thought we were good. Yeah, we're good. Freaking rocket hammer. We got circuitry coming. We're screwed.
何？実験が始まったと思ったら信号が急に途切れた？多分 It's a trap. 実験によって老朽の影が濃くなったからじゃないかな。でも器具がついてる限りコラリーは大丈夫だと思う。約束は守ってもらうよ。 It's a trap. まあ彼女のことが心配なのはわかる。でも安心して、術の一員である器具はただものなんかじゃないよ。うちを信じて、気を長くして待てば彼女たちからの通信は回復するはず。あ、一つ言い忘れるところだったよ。コラリーたちと直接つながりがある件じゃないけどね、ただ器具といえばこっちには調査に値するものがある。夢追い人、あなたが入学した初日に週末のアンカー以外に連れて行った場所を覚えてる？え？待って、その箱のこと？監視施設の中に置いてあったもの？それって文物じゃないの？そうだよ。でも文物が実用的じゃないなんて誰がそう決めたの？データ研究所のほとんどの学生にとってそれを見学するのは一つの伝統でしかない。でも一般人が知らないだけで、データの海から来た子はほとんどその文物と精神面。へえ、まさか祈祷師のテフィリンのような不思議なアイテムだったりして。そうだね、その方向性で例えるならゲームのセーブポイントと少し似てるかもしれない。ますますうさんくさくなったね。 That it is. 心配しないで、やってみればわかるよ。もしかしたら何か意外な発見があったりするかもしれない。権限を付与しておいたから。ここに残ったままじゃコラリーたちの通信が回復するのを待つだけ。もしかしたらヘリアにも余計なプレッシャーを与えてしまうかも。そこまで言われたら行くしかないよね。私も一緒に行く。私はここに残ってコラリーからの連絡を待つよ。じゃあ少女は？実を言うと、器具が向こうにいる以上うちがいてもいなくても変わらないと思う。ああ違う違う、つまりね、まだ二人の術が介入するほどじゃないってことだよ。そうだね、うちもあんたが話してた文物ってやつを見に行こうかな。少女は私たちのお客さんだし、何を見たいか何をしたいかは自分で決めていいよ。それならよかった、その言葉を待ってたよ。私に任せて。 Moving on. Gotta go.The data monitoring centaur. 外の世界にとって、oh, hello. We got a note here. Pick it up. 一つの盆景なのかな。あ、きっとあれだよね。It's a trap. 雨が止んだら虹が出るのかな。Oh, hello.Yeah, I want to just look around just a tad bit before we can see one. Okay, done. Wait a minute. I was here. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.これはうちの師匠の宝物だよ。彼は貴族の出身で、家中に黄金や珠玉が転がってた。珍しい。まさかここで見られるとは。てっきり師匠はそれを抱きしめながら眠ってるのかと思ってたよ。私も文物の由来をよく知らないんだ。少爵は具体的な使い方を知ってるの？はあ、うちにもそんな機会はなかったよ。
師匠はとても大切にしてて、うちにも触らせてくれなかったんだ。そうなんだ。でも親切姉さんがすでに権限を付与してくれたなら、直接試してみたら。上に手を置いて、うん、やってみるよ。3、2、4。We are going to die. Maybe.Yep, we're gonna die. We're gonna turn into an elf. One of the two. I prefer the elf. あなたたちの権限認証ってこんなにすごいものなの？うん、それだけじゃないみたい。え？親切姉さん？どうやらあなたにもこれを使う日が来たみたいだね。 It is your destiny. これはあなたが入学した日に残したもの。あなたがいつこれを見るかはわからないけどね。とにかくこれを見ているということは、あなたの勉強が順調で、ついに前にいた場所を再び訪れるほどの経験をしたってこと。先生はある言葉をよく口にするんだ。今日はあなたにも送っておくね。I pressed B. It did not advance anything, and she said something. 恋愛は他者の中に潜り込み、芸術は自身の中に潜り込む。じゃあ、初めて自身の中に潜り込む経験が。楽しい。どういう意味なのかな。どういうこと。簡単だよ。当ててみるね。今までの経験から考えると、私たちは訳もわからないまま何かに巻き込まれて、シュッと次の世界に行くんじゃないかな。We have not been isekai'd yet, sort of. いやいや、その経験ってあまりにも。What? 記憶と時間の箱へようこそ。Okay. これから体と精神を記憶から戻る場合は、心の中で終了と黙考してください。雨が止んだら。Well, it's interesting.データの海、本当にそっくりだね。待って、ねえ、あっちを見て。私たちだよね。あれ、私たち知り合い？わからない。でも私たちは夢で会ったばかりだよね。何そのナンパのやり方、古すぎるよ。ああ、ごめんごめん、からかってるつもりはないの。気にしないで。あなた、セナディアじゃないの？確かに私はセナディアだよ。セナって呼んで。I still didn't get Senna. Imano, two が知り合った時のこと？もちろん、正真正銘、
私たちの初対面だよ。でも一体どういうこと？まさかこれもデータの海の再現能力だったりして。それはどうかな。図書館の本と同じように根源物質による完全再現じゃなくて仮想現実に近いのかもしれない。あ、そういうことか。親切姉さんが言ってたよね、私たちに分物を使用する権限を付与したって。そう考えると小弱が使った方がいいと思う。そうしたらより直感的に老朽の過去を見られるかもしれないし。じゃあ心の中で終了って黙考した方がいい？いや、その必要はないんじゃないかな。何か知りたいことがあるならうちが話せば済む話じゃない？記憶違いがあったとしても裏付けしてくれる器具があるし、そんな面倒なことをしなくてもいいだろう。 You are wrong. We always need to complicate things. That's what makes it interesting. Have to complicate it. If we don't, we can't be in trouble and almost die. So let's complicate it. それに多分大して役に立たないと思うけどね。うちはあんたと違って、ま、そうだね。違うでしょ。私に言わせたらすごく役に立つに決まってるよ。 Yeah, I'm curious. What are you talking about, Senna? ほら、私たちが老朽に行けたのはあの犬に出会ったからじゃない？ Go on. あの時の状況から考えると、私たちがデータの海にいた時もあいつは近くにいたはずだよ。 Go on. でもあの時、私たちは今みたいにあちこち行ったりできなかった。今あいつを見つけてどうやって自由に移動してるのかを説明させれば問題は解決するんじゃない？ Maybe. そうだけど、目の前で再現されたのが私の記憶だけなのか、それともあの時の全てなのかはわからないでしょ。もうせっかく来たんだしやってみようよ。私たちがあいつに出会う前だったら、みんなが気づいてなかった秘密を発見できるかもしれん。All right, well, しかし that was どこから始めるべきかな。あいつが最初から覗き見してたなら。 Anyways, that'll be it for me tonight. So thank you again for why I said tonight. Recording in the night time. Anyways, thank you again for watching. And until next time, you guys have yourself a great rest of forever. Bye.